家庭用ミシンを使用する、ヨースミシンの分解図ミシンは、織物、紙、革などを縫い合わせる機械。ミシンは、織物、革、紙などを糸で縫い合わせるのに用いられる機械である。ミシン針は、手縫い用の針と異なり、針の先端付近に、針穴がある。まず針穴に糸を通した状態で針が布を貫通する。次に針が、布から抜かれるが、 この時針、糸管の摩擦力よりも糸、布管の摩擦力の方が大きいため、糸は布の画面に、ループの形で余った状態になる。このループに、下糸等を通して、上に抜けないようにすることで、糸が抜けない縫い目が形成される。代表的な縫い方式を示す。本縫いの糸の動き本縫いは、上糸のループに下糸をくぐらせる方式である。溶けにくく、 強度に優れる。伸縮性は乏しい。通常の家庭用ミシンの場合、布の上から穴の開いたミシン針の穴に通された糸が、針ごと布を貫通する。布の下には別にした糸があり、貫通した際に2つの糸を交差させ、縫い目を作る。ミシン針が上に戻った際に、布をわずかにずらし、再び布に針を刺す。 この動作を機械により連続的に行うことにより、縫い目が作成される。各部品には釜、天秤、送り場、など、独特の名前が付けられている。上糸が、下糸の入ったボビンを回る必要があるため、連続して縫える量はボビンに格納できる、下糸の量によって決まる。単管縫いの糸の動き1本の針と1本の糸で、縫う方式。 糸が切れた場合に連続して溶けやすい。一つ前の縫い目のループの中に次の縫い目のループを通すことにより糸の抜けを阻止する。日本語表記は英語のミシンのマシンの音を示したものであり、裁縫ミシンの略が一般化した。略なまりとも、かつては渡るバリア、縫い木という漢字が当てられた。種類は多く様々な分類法がある。一つには、 動力に焦点を当てて人力ミシン、電動ミシンと分類する方法がある。その他に使用目的や使用分野によって布などを単に縫い合わせるためのありふれたミシンを単にミシンと呼んでおいて他の特定の使用目的のミシンを呼び分けるということが行われている。例えば布の端を始末するミシンはロックミシン。 比較も縫い合わせられるほど機構が丈夫で、モーターのパワーも強いミシンを、レザー用、ミシン、ボタン付け、専用のボタン付けミシン、刺繍全般用の刺繍ミシン、文字の刺繍専用で、コンピュータ制御で指定した文字を自動的に刺繍する、ネーム入れミシン、聖火に使う聖火用、ミシン、畳用の上用ミシン、印付け用ミシンなどがある。一般家庭で、 裁縫の初心者、中級者などが使うための基本的な機能を、備えミシンを、家庭用ミシンと呼び、家庭用ミシンよりも性能が高くていわゆる、下手や、縫製職人、テーラーなどが、職業的に縫製を行うためのミシンを、職業用ミシンなどと呼び、さらに工場などで使うための特定の目的や、工程に特化した、ミシンなどを、工業用ミシンや、 産業用ミシンなどと呼び分けることも行われている。他にも、布を合わせる原理が根本的に異なる、縫い糸を使用せずに、高熱で溶接するミシンは高周波ミシンと分類している。1589年、イギリスでウィリアムリーが網機を発明する。1755年、イギリスのワイゼンソウルが、 1790年、同じくイギリスのトーマス・セントがそれぞれ別の仕組みのミシンを発明。ただし、どちらも量産はされなかった。1810年、ドイツの靴職人クレムスが、針先端付近に針穴がついたミシン針を発明。近代ミシンの原理の基礎となる。この後、フランスのバンシュレミー・シモニアが1830年に、 特許を取ったミシンが、軍服を縫う目的で1840年に80代、生産されたが、失業を恐れた他の仕立て屋によって、工場ごと焼き打ちにされたという有名なエピソードが、伝わっている。アメリカ人のウォルターハントは、現在のミシンとほぼ同じ構造の、ミシン針の先端に、穴が開いていて、そこに上糸を通す、仕組みのミシンを1830年代初めに、 発明したが、特許を取らなかったため、この後、複数の業者による特許紛争の原因になった。ハントとほぼ同じ構造のものが、ハントの発明の後に、同じアメリカのエリアスハウによって特許が取られている。1850年、アイザック・メリット・シンガーは現在とほぼ同じ構造のミシンを発明。翌年特許を取り、IAM シンガー社を作った。 1854年に、ペリーが二度目の来航をした時に、将軍家にミシンを送った、というものが、最も古い記録である。この後、1860年には、ジョンマンジローがアメリカからミシンを持ち帰っている。ちなみに、日本で最初にミシンを扱ったのは、天章院だと言われている。ミシンが普及を始めるのは、明治期になってからである。 初期は輸入のみで修理などを通じて技術を取得した技術者によって徐々に国内生産が開始された。最初の製造業者は江戸時代までは大砲職人であった佐口哲造であるとされ1881年に東京で開かれた第二海内国産業博覧会に国産ミシン第1号として展示された。日本のミシン製造の量産は 1921年に創業したパイン裁縫機械製作所によって始められた。この頃から日本でもミシンの量産が始まった。ただし、量、質ともにシンガーなどの輸入品にはかなわなかった。1953年当時の日本人の海外製と国産のミシンに対する意識がわかる四コマ漫画。総演掲載。しかし、外国製品は 故障が多く、加えて品質が安定していない点に、ミシンの修理で成形を立てていた、安井正義、実ノ一兄弟が着目。彼らは、性能の良い国産ミシンは、売れると確信し、製造に着手した。1928年に、麦わら帽子製造用、玉木縫いミシンを発表し、販売し始める。発表年にちなんで、肖像式ミシンと呼ばれ、 全く壊れないと大評判となり、注文が殺到し、安い兄弟のミシンは芝叩く間に広がった。耐久性の秘密はその、作りにあると言われ、針が当たっても壊れないよう、糸受毛を固く加工しながらも内部に、柔らかさを残すため、新谷焼き入れ技術という独自の方法を採用した。 第二次世界大戦が始まると家庭用ミシンの製造は禁止され、戦時中、ミシンは軍用ミシンのみが製作されることになる。1945年に終戦を迎えると、ミシンの需要が飛躍的に増大した。これは、繊維製品が日本の主な輸出品になったことが大きい。1947年、家庭用ミシンの規格が統一され、 1948年から企画に基づいた製品の出荷が始まった。また、国内販売分だけでなく、ミシンそのものも重要な日本の輸出品となった。ミシンは工業用のほか、家庭用が多く作られた。その理由として、当時、日本の既婚女性の多くは、家庭外で労働しなかったため、内職に使用することで副収入を得られるミシンが、嫁入り。 道具として多く使われたことも大きい。ただし、国内ミシンメーカーの家庭用ミシンの工場が1970年あたりを境として中国や台湾などに移転し始め、現在は高級機種等を除き、国内では家庭用ミシンはほとんど製造されていない。さらに、近年、工業用ミシンも低コスト化やアパレル産業の海外への移管などもあって、 海外製造にシフトし始め、減少傾向にあるが、ミシンは精密機械であるため、高精度の金属加工技術が要求され、部品の多くは、依然日本で製造されている面もある。しかし、コストダウンのため海外で精密部品を生産する、ことが主流である。インドで、足踏みミシンを使っているところ、発展途上国では、足踏みミシンは、 今も重要な現役のマシンである。足踏み式ミシンとは、人の足先の上下反復運動を回転運動へと変換する仕組みのもので、踏み板、ピットマンボ、ピットマンクランクなどの機構を持つミシンである。1960年代までは足踏み式ミシンがミシンの主流であった。電動式ミシンの登場によって次第に使われなくなっていった。 だが一旦足踏み式の熟練者になったものの中には、あえて電動ミシンを使わず、足踏みミシンを好んで使う人もいる。熟練者だと、足先の微妙な感覚などで、クランクの細かい角度、クランクを停止させる位置まで、自分の体の一部のようにコントロールでき、針を望んだ位置で、ピタリと止められ、また足だけで逆回転に入れることもできるからである。 家庭の部屋におけ、現代のものは、通常、電気を動力源としている。古くは、足踏み式や、手回し式のものが多く使われ、直線縫いしかできなかった。電気式のものは、足元のフットコントローラーあるいは手元のパネルを、用いて調節しながら駆動する。家庭用ミシンは、直線縫いの他に、多種類の模様縫いや、 ボタン穴かがり、刺繍などのできる機能もある。模様縫いは、かつては、カム交換式であったが、現在は、カム内蔵式か、コンピューター式となっている。最近のものは、一般に持ち運びでき、水平まで自動糸上紙や、自動糸切り機能を搭載しているものも多く、使い勝手を中心に改良されている。ミシンを使うハードルが下がってきて、誰でも、 簡単に使えるようになってきた。縫い速度はそれほど速くない。しかし家庭用であるがゆえに低価格、高機能、操作の簡易化、軽量化などといった相反する要素が求められ、その進化の過程でいささか無理が出てくるようになってきた。その一例がプラスチックの多様、電子回路の採用、機構の複雑化である。戦後に、 ごく一般的に使われていた黒い家庭用ミシンは、自主規格によって、寸法や材質などが定められており、使われている部品には、ある程度の汎用性があった。しかし現在のミシンは電子化、複雑化している上、パーツについてもミシンの多様化に伴って、メーカーが、各機種ごとにパーツを独自製造する一方で、旧製品のものは在庫枯渇、絶版になりがちである。 つまり、壊れても、技術的に、ユーザー自身や街の販売店レベルでは手に負えず、高額なメーカー修理となってしまう。最悪の場合、パーツが手に入らないためメーカーですら直せない。という状況であり、一台のミシンの使用年数低下に拍車をかけている面がある。もっとも、このような、多様化や、ブラックボックス化に起因する、整備性の悪化。 低寿命化という問題は、乗用車や家電、パソコンなどといった、家庭用機械類においては、半ば当然のように発生している状況であり、ミシンに限った話ではない。また、近年は、既製服の値段も、非常に廉価になり、ミシンそのものの需要が減少してきている。このため、開発が難しい上に売れない、経営を成り立たせるのが非常に難しい商品であると、言われている。 大手メーカーでも家庭用ミシン関連部門は非常に厳しい経営状況であり、存続が常に問題視されている。下手屋やミシンの使用頻度の高い個人向けの直線縫い専用ミシン。工業用ほどは巨大ではなく、特に最近のポータブル型職業用ミシンは、軽金属を用い、持ち運びもできるようになった。家庭用で使われる2倍程度の速度で縫うことができ。 直線しか縫えないので構造が比較的簡単で、その分故障も発生しにくい。工業用ミシンほどではないが、各種業務にも使われるので、高精度のミシン製造、金属加工技術が要求され、直線縫いだけにもかかわらず比較的効果である。また、豊富な工業用アタッチメントの一部や、工業用ミシン針が利用できる。ジーンズなどの厚物でも、 家庭用ミシンより綺麗に縫製できる。過去には、ジグザグミシンもあった。片手で布地を挟んで縫い合わせるミシン。小型で容易に持ち運びができる。立ち目か、ガリ専用のミシン。ロックとは、布の端をロックするの意味。通常のミシンのような直線縫いはできず、布の端だけを縫うことができる。仕様によって、糸を2本、3本、4本。 5本使うものがある。小型ロックミシンは職業用的に使われていたが、要塞をする人を中心に普及しつつある。最近はカットソーといってニット地の報道瀬にも用いられる。家庭用ミシンと同じように、樹脂部品が多くなり、難しいルーパーライト投資まで自動的にできる機種も出てきている。しかし、それ以外も含めて構造がかなり複雑になっている。 便利さとメンテナンス性や耐久性とはトレードオフの関係にある。ロックミシンは主にオーバーロック専用機を指すことが多いようであるがカバーステッチ専用機もある。オーバーロックとカバーステッチの両方が可能な複合機もある。主に縫製工場に備え付けられたもので直線縫い、かがり縫い、ボタン付け用など用途ごとに専用ミシンがある。 大型で重いために移動は極めて困難である。各縫製工程をきれいに便利に高速に縫うことができるように特化しているために、一台でただ一種類の動作しか行うことができない。高速対応性は、針熱対策や自動給油システムや太い軸計、適した釜方式等の多く要素によって支えられている。また、低速な工業用ミシンもある。 工業用ミシンの具体的な種類には、直線縫い専用ミシン、ボタン穴か、ガリ専用ミシン、刺繍専用ミシン、すくい縫いミシン、インターロックミシン、オーバーロックミシンなどがある。ミシンを使って縫った縫い目の形をミシン目と呼ぶ。また、紙などに開けた切り取り用の破線状の穴も同じような形をしていることからミシン目と一般に呼ばれるようになった。 破線そのものを指して、ミシン目と呼ぶ場合もあり、これらは短縮されて、単に、ミシンと呼ぶ場合がある。ただし、切手や収入因子などに施されたものは、目打ちと呼ばれる。ありがとうございます。